はい、お待たせしました。第3部は OB OG ステージということで、以前はですね、経験総会の中で、こういったステージを設けたんですけれども、まあ、現役生の発表の場の時間をできるだけ伸ばした方がいいだろうということで、ちょっと OB OG の方に関してはこういった別の演奏会で、集まろうじゃないかということになりました。今年はですね、60名を超える、多分今までの一番多いに違うかなという、人数なんですけれども、まあ大学生からもちろん社会人までですね、いろんな方がいるんですけれども、まあ、昔を思い出しながら、やる曲とか、まあ、新しい曲とか、初めて取り組む曲とかもあるんですけれども、まあいろんな経験があってこそで、4回しか練習してないんですけども、なんとか形になったかなと思いますので、ちょっと温かい目で見ていただけたらなというふうに思います。1曲目は March April Leaf ということで、2019年度のコンクールの課題曲でした。すごく軽快なマーチです。爽やかな軽快なマーチですので、お聴きください。
君といつまでも、そしてお嫁においで、で最後が24時間テレビのね、このテーマソングのサライなんですけれども、まあちょっと知った仕掛けじゃないですけど、演出もあるんですけど、まあ、これも本当に温かい目で見てもらえたらなと。さっきリハーサルでやってないことをやりたいと言った人がいますですね、リハーサルでやってないことをやるそうですけども、非常に不安ではあるんですが、まあなんとか、まあそのね、経験でなんとかしてくれるかなと思いますけれども、はい。それでは、ジャパニーズグラフィティです。お聴きください。
口をさそうに歌ってましたね。はい。ね、あの、リハーサルは精肉はやってたんですけども、その後なんかちょっと、もうちょっとなんか盛り上げたいみたいな感じのことを言い始めて、楽屋でずっと YouTube 見てましたね。研究して、まあそれなりの成果があったんじゃないでしょうか。はい。よろしくお願いします。高橋君です。ありがとうございます。はい、関西国際大学というところでですね、吹奏楽部に入って頑張ってやっておりますので、はい、また、来年も出るかな、出てくれますか、これ。はい、はい、その時なんかやってください。はい、ということで、いろんな、ね、まあ、大学生がちょっと今回多いんですけれども、なんか端っこにちょっと変わった色の、今、何を学んでますか？今、写真やってます。写真を学んでるそうです。はい。写真でこの頭の色は何かあるんですか？いや、特にないんですけど。で、あの、こんな頭の色なんですけど、いいんですかってね、前もって聞いてくれたら全然いいよって言って、まあ、でも端っこに座ったら目立つからなって、奥っかわ座ったらって言ったのに、見事に端っこに座ったんですよ。まあ、それはそれでよしとしましょう。はい。で、ちょっと社会人に聞いてみましょう。社会人。あ、いたいた。はい。はい、お名前をどうぞ。吉田です。はい、何のお仕事してますか？システムエンジニアしてます。はい、システムエンジニアかっこいいですね。はい、吉田さん、高校の時ね、すごく頑張ってくれて、ちょっとおちょくようなところもあってですね、何回かこけたりしてたんですけれども、それがなんかちょっと伝説になってるんですけども、でも、このね、吉田さんが、あの、今、上昇が一番おはこでやってる風になりたいの曲を、まあ、中学でやったっていうのをね、こういろんなヒントを与えてくれた人なんで、この人が風になりたいのをスタートやってるふうにずっと言ってます。はい、ありがとうございます。はい。あと、大阪から離れてる人いるんですけど、どこから帰ってきてくれましたか？横浜です。はい、ありがとうございます。わざわざ、昨日はどうだって。変やね、ほんまにありがとう。わざわざ横浜から、ね、このふるさとで帰ってきてくれるのは本当に嬉しいですね。どこから帰ってきましたか？徳島。ね、徳島から帰ってきてくれました。本当にありがたい限りで思ってます。ね、こうやって帰ってこれる場所があるのはいいことやなと思ってましてですね、上昇学園は卒業生、生徒、保護者、教員、卒業生、ね、この4つの、で1つになろうというのがね、上昇学園の学園全体の、まあ、あの考えであるのでですね、まあ、こういった形で1年2回でも集まれたらいいかなというふうに思っております。では最後、これはですね、ディープパープルメドレー、非常にやりたいっていう子が多くてですね、まあ、現役生の時にやった人もいるんですけども、まあ、何人かに聞いたりとかしたんですけどね、アンケートじゃないですけど聞いたら、まあ、これやりたいということで、演奏させていただきたいと思います。はい、それなりの雰囲気を出すようにということで、もう普通に言いますとサングラスをこうやってかけてます。隣のダイソーに先買いに出してみます。はい。ということで僕もかけますので。はい。全然似合わないんですけど、はい、ディープパープルメドレーをね、イケイケで演奏したいと思いますので、お聴きください。では、ディープパープルメドレーです。Thank you.
ありがとうございました。では、ただいまより15分間の休憩をいただきます。